ちは。今回はスイングの指導、テイクバックについてお話したいと思います。ではそのスイングの指導、テイクバックですね、そのテイクバックをするときに気をつけてほしい点が2つあります。それは1つはクラブの動き、もう1つは体の動き。この2つの中で今回はクラブの動き、気をつけてほしいクラブの動きについて説明したいと思います。ではその指導、スイングの指導、テイクバックについてお話したいと思います。クラブの動きを説明しますけども、まず一番ダメなのが胸を残したまま、上半身を残したまま、手先、手首でフッと上げてしまう、手首で上げてしまう、ベースはボールを見ずヒュッと上げてしまう。これは絶対ダメです。ちょっと大変なんですけども、必ずベースはボールを向きながら胸と一緒に、上半身と一緒に動いてください。上半身と一緒に動く。それで30センチぐらい、これでしたら右足のつま先ぐらいまではまっすぐ動く、これぐらいまっすぐ動くイメージです。でできるだけ長くまっすぐ動かすっていうのもいいんですけども、この時に脇が開いてしまうっていうのは良くないです。とにかく体の回転とともに長く、低く長くっていうのは OK です。ですから体とともに、胸とともにクラブがテイクバックする、そしたら絶対円になるんですけども、まあ30センチぐらいか、これぐらいですね、はベースがボールを向いたままテイクバックを始める、行う。でなぜベースがボールを向いたまま動いてほしいかというと、アドレスはインパクトの再現と言われますけども、ベースがボールを向きながら上がっていくと、ベースがボールに向きながら戻ってくるイメージがしやすい。ですからできるだけこの辺りまではフェースがボールを向いたまま上がっているイメージを必ず持ってください。このようにフェースを開いてしまうと、戻してくるというギャンブル的な要素が入ってくるので、確率がかなり低くなります。ゴルフは確率のゲームなので、できるだけ簡単にフェースがこのように上がっていけば、このように戻ってきて当たるなというイメージがされるようにテイクバックを開始するっていうのがすごく大切になります。ですからクラブの動きとしては、胸の前にクラブがあって、できるだけフェースがボールを見てるイメージ、感覚がありながら上げていってほしい。これが大切になります。はい、ではその練習方法をお教えします。まず打つボールの後ろにボールを置いて、両脇を締めて、体でこのボールをまっすぐ後ろへ、まっすぐ後ろへ転がすようにテイクバックします。このようにテイクバックをします。それで練習場でしたらそのままボールを打ってもらって結構です。ただ後ろにボールが転がしますので、周りに気をつけながらやらないとちょっと危険が伴います。でプロのトーナメント会場なんか行きますと、スタート前の練習場でスクエアにテイクバックをする、体でテイクバックをするというプロが練習されているのをよく見る方もおられると思うんですね。本当にこの体でテイクバックを始める、指導する、このきっかけってすごく大事なので、それも体幹で、背中で、足で、とにかく上半身じゃなくてっていうことが大事になります。はい、では一緒にやってみたいと思います。練習場でやる場合は後ろに誰かボールを受けてもらったらいいんですけども、そうでないと危険なので、今一応チリトリを置いてますけども、そういうストッパーがあればできなくはないです。周りに十分注意してやってみてください。でフェースの真後ろにボールを置いて、体幹でボールを後ろに転がしてから打ちます。はい、いかがでしたか。スイングの指導というのはすごく大切になっています。肩の力を抜いて下半身、体幹で上げていく、フェースの向きもすごく重要になっています。そこを注意しながら練習してください。ではこの動画が良ければ高評価、チャンネルご登録もよろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指してレッツゴー。